今日スチューと今日はバスケットしてきたんだよな。無言なの。最初喋っていいからね。あ、そうなの。はい、というわけで弟との同棲生活が始まって、もう何日だ。12、3、2週間ぐらいぐらいやね。どうすか。いや、楽しく住まわせてもらってますよ。結構ぶっ飛んでるけど忙しいでしょ。まあね、一応。とりあえずマジ寝よう。明日は6時起きだからね。バスケは疲れたね。それな。喉の調子はどうですか。喉悪いよ。いやでもこれ偉いよね。おやつを食べれないからバナナを食うっていう当分停止の方。いや、ほんと大事だよ、そういうところ。ちゃんとね、約束は守らなきゃ。マジでやってるよね、俺。なんかこっそり食ってんじゃねえかみたいなこと言われるけど、そんなね、しょうもないこと。ほら、おかしくはないから体調悪くなるから。さすがにね、お菓子食ったら来年のお菓子一発目に食うとかのリアクションが薄くなるから。あー、ために食べてる。さすがにそんなつまらないまではしないよ。偉い。さすがに、ほら、でもこういうのあると勘違いされるんだよ、よく。あ、それはね、俺とまさきさんのどっちかでしょ。俺じゃね。あなたがまさきでしょ。まさきさんは多分さすがにそこには置かないよ、俺な気がする。だよね。はい、というわけで弟となんとか暮らしております。以上です。